はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。今回の動画はですね、まあ、サトチューンチャンネルに関する噂とかね、それから、まあ、チャンネルにいただいた、まあ、ご質問、はい、まあ、このあたりに、まあ、答えていこうかな、というふうに思っております。はい。まあ、うちのチャンネルやってね、まあ、2年半ぐらい経過しましたけれども、まあ、当然ね、YouTube 動画の中では、この僕の全てを見せてるわけではないんですね。まあ、こう一部を切り取って、まあ、それをまあ動画にしてるだけであってね、まあ、その後ろにあるものがどんなものかっていうのは、まあ、やっぱりこれ想像の域を脱しないと、まあ、いうところもありますのでね、まあ、このあたり、どうなのかっていうのはね、まあ、ちょっとまあ、お話ししつつ、これなんでそんな風にさ、疑問に思うのかなというところをね、まあ、ちょっと動画にしようかなという風に思います。はい。まずはね、まず一つね、これは表題にも挙げときますけどもね、サトチューンは親の年金で暮らしている、まあ、独身ニートであると、いうことですね。はい。で、まあ、時々さ、まあ、ライブとか、動画とかでもさ、この夢の声が入ったりするんだけど、まあ、あれはね、まあ、奥さんじゃなくて、お母さんだろうというふうな、疑問もあるそうです。はい。ということみたいですね。はい。まあね、こういったところもね、やっぱりなんだろう、動画の一部分だけを切り取って、まあこう見ると、まあ、ひょっとしたらそういう風に見えるかもしれないのかな。うん。でもまあこれもね、まあ投資で見てる、もう最初からずっとうちのチャンネル見てる方に関してはね、まあこれがどういうことなのか、まあ事実なのか、本当なのか、嘘なのかっていうのはね、まあまあ、ご理解していただいて、まあ、この動画を、まあ、見ていただいているのかな、というか、まあ、それすら興味がないんじゃないのかな、とも思うんだけどね。まあ、自分もね、まあ、疑問について、まあ、思ったのはさ、まあ、別にどっちでもいいかな、っていう、ところもあってね。で、まあ、これがね、まあ、親の年金で暮らしているニート、独身ニート、面白いと思うけどね、でもね。面白いとは思う。うん。だったらね、もうちょっと自分もね、コンテンツを考えるよ。もっと、なんだろう、そういうキャラクターを活かした、動画作りをしたりとか、なんだろう、ね、動画の内容なんかもさ、まあ、いろいろこう、幅広く、まあ、できるじゃない?このキャラクターを活かしてね。こんな、美味しいキャラクターはないなっていうふうにはもう、率直に思う部分もあるんだけどね。うん。とはいえですね、これを、まあ、親の年金暮らしで独身でニートであるということをね、証明することっていうのはね、確かにできないわけですよ。はい。まあ、ね、戸籍を見せてね、はい、どうぞみたいな、そこまでするわけにもいかないしね、もう個人情報とかも入ってるからね、そういうわけにはいかないし、まあ、かといって、じゃあそれができないんだったらどうやって証明するんだろうねっていう、まあ、その証明する術もないよね。まあ今からこの家族を出してですね、はい、これが嫁ですとかさ、いうこともできないでしょ?はい。まあ、そういうこともできないわけだから、まあ証明する術はない、ってことです。なので、まあその親の年金暮らしして、る独身ニートと言われても、まあそうなのかもしれないね。そうじゃないとは、証明することはまあできないということですよ。はい。で、自分にとってはね、まあ、どっちでもいいと言えばどっちでもいいというところもあるけど、ああ、このキャラクターでもね、面白いよなと思ってね、このキャラクターで入れるんだったら、ちょっとね、そういうキャラ設定で、動画作りしたらなんかちょっとね、面白いんじゃねえかなと思うんだけどね。ただね、これもね、すぐ、バレちゃいます。だとしたらすげえよなって話ですよ。つまり親の年金ね、いくらもらうんだろうな、まあ、十何万とかもらうわけですか、じゃあ。親の年金がね。で、そうね。その中から、まあ、捻出するってことね。はい。で、まあ、YouTube は、まあ、収益化されてないってこと?うん。で、ね、まあ、やると。でも、まあ、広告が貼ってあるからね。一応、うちのチャンネルね。広告貼ってあるし、まあ、再生数に関しては、ね、もうソーシャルブレードで、調べればすぐ出てくるし、あとね、収益の金額に関しては、ソーシャルブレードに書いてる金額はですね、はい、デタラメでございます。はい、全然違っておりますんでね。はい、まあ、それはまあいいとして、
そうだね。まあ、だとしたらすげえよなってところで、じゃあ、これまでのね、ロケ代、いろいろあったじゃない。まあ、どっかこう、ね、まあ、東京行ったり、沖縄行ったり、あと、まあ、静岡、ホビショ行ったり、で、まあ、その間の旅費、宿泊費、滞在費、あとはそのいろんなもの、まあ、商品提供ばっかじゃないからね、実際にこう、まあ、自分で買うっていうのも、まあ、結構ありますからね。まあ、その費用。で、なおかつ、まあ、この普段の生活費をも払っていかなきゃいけない。そして、今現在、まあ、ね、スタッフも雇って、こうやってやってるわけね。ただね、実は10万円生活っていうことに関してはね、これはね、ここは本当って言ってもいいのかもしれないね。というのはね、まあ、この宿泊費、滞在費とか交通費とかっていうのは、これ、やっぱりその YouTube を、まあ一応まあ今仕事でやってると。ね。仕事でやってるから、まあこれ経費で結局落とすわけですよ。すなわち仕事上の経費。だから生活費から出してるわけではないんだよね。経費で賄ってると。その YouTube 収益からまあ得たもので、それでまあ経費をまあ支払っていくというような格好だから。で、実際、いろんなもの買うよ。こういうやつはね。まあ買うけど、これっていうのはやっぱり YouTube で動画で紹介するたびに購入するわけですよ。もししなければ、まあこんなものも買ったりしないわけですね。こんなのとかこんなのとかは、まあ別にいらないからね。買うこともないわけですよ。こんなもん1個ありゃ、何か1個ありゃ十分だから、そんなもん短期間でバカバカ買う必要はないわけでね。まあ、これやっぱり、まあ経費ということ。で考えたときに、生活費、10万円生活 YouTuber っていう話は、まあ、これは、これ、まあ、嘘ではないという、ことなのかもしれないね。まあ、皆さんが、例えばこのお仕事で、行ってですね、まあ、交通費、まあ、あるけども、それはまあ、会社経費で支払うから、まあ、生活費とはまたちょっと違うよ、というのと、まあ、一緒ってことを考えたときにね、実はまあ、今、自分の生活は非常に質素です。マジで。余計なもの買ったりしないし、ただまあ、ご飯が食べれて、寝れて、ねえ、できればまあいいかなっていうぐらい、そこでなんかどうこう、幸せなんていうのはまあ、別になんかこう、なんか豪遊しようとかね、そういうつもりはないんでね、まあまあ、それは当たってますかねっていうところでございます。はい。まあ、てな感じかな。で、なかなかね、年金だけでね、まあ、ワゴン R 乗ったり、なんだろう、まあ、いろんなところ行ったりっていうのはね、なかなかね、大変じゃないかなというふうに思います。でね、他にもですね、収益が月4万円ということらしいですね。はい。それはね、さすがにないですね。はい。まあ、YouTube やってる方だったらわかるけど、やってないとね、わからないよね。で、確かにうちのチャンネル、たかだか2万5千人なんですよ。やっぱチャンネル登録者。で、これで食ってけるとこまで持ってくというのはね、不可能ではないんだけど、まあ確かに少ない。2万5千人いても全然回らない人っていうのはやっぱりいるし、もっともっと多くても全然その収益が上がってない人っていうのはやっぱりいるんだけど、やっぱこう取り上げてるテーマとかがやっぱり収益性が高かったりとか、まああとは、そうだろうね、まあ単価が高いってこと。まああとまあある程度収益性が高まるように、まあ例えばアソシエイトであったり、あとバズとかであったり、まあ、他にもね、いろんな媒体で、やってるというところでね、はい、ありますんで、なんとかなってます。はい。ね。で、まあ、その他ですね、まあ、この年金だけでやったんだけど、まあ、収益が4万円しかないのに、そのスタッフに10万円を渡して、あとは年金で賄ってるという話ね。まあ、これも結論から言えば、はい、これ事実とは全然違います。はい、全然違います。はい。それとね、身長150センチ。はい、これはね、結構ニアピンかな。160センチですね。身長は160センチです。はい。っていうところかな。はい。でね、あとね、まあ、僕のことはですね、ガジェットの専門家とか、なんかその、なんだろう、エキスパートみたいなイメージで見ていらっしゃる方も、ひょっとしたらいるかもしれませんが、これは嘘です。はい。僕はただ単に、好きなものを紹介してるだけね。まあ、ミニカーにしろ、プラモにしろ、ラジコンにしろ、自分がな、興味があるな、得意、好きだなって、
いうことを、その好きだな、面白いよっていうのを発信してるだけでございます。私は全くガジェットにも詳しくないし、もうパソコンも全然知らない。やっと文字打ちができるぐらいのレベルだし、まあ、SIM カードを入れたりとかね、APN、まあ、APN 設定もままならないよね。いつも間違えてるからね。まあ、その程度の、まあ、知識。格安 SIM を契約して、ね、自分で契約して、その格安 SIM が動くようなスマートフォンを自力で選別して、まあ、通信する、して、節約するとか、そういう使い方はできますけど、その程度ですね。それ以上のことはわかんないです。なんかこのルート化したりとか、なんか、Android 9.0がどうたらこうたらとかさ、まあ、そんなのはもう全然できません。全然知りません。そんなような、男でございます。まあね、そんなわけで、まあ、このような、まあ、YouTuber ですけどね、なんかこっちた、なんか、気になる疑問に答えられたかな？どうかわかりませんけどね。まあ、結論から言うとですね、嫁じゃなくてお母さん疑惑っていうのはあるんですけど、時々出てくるのは、うちの嫁ですね。嫁とクッキーさんと、まあ、3人でね、暮らしております。親はここにはいないです。まあ、むしろね、親に仕送りをしてるぐらいなんです。っていうのが、まあ、事実ですね。ただ、これを証明することはできないので、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ということにしておいてくだしましょうかね。だからね、まだなんかこう、まあまあ、こうやって盛り上げていただいてですね。でね、何か、そんな率直な疑問があれば、まあ、よっぽど変なやつはね、無視するけど、まあ、なんかこう、動画のネタになるかなっていう面白いことに関しては、まあ、ちょっとお答えしたいと思いますので、まあ、どしどし、質問をお寄せいただければと思います。まあ、ツイッターの方もやってますんでね。以上でございます。ということでね、まあ、さとちゃん親の年金で暮らしている独身ニートという、まあ、ことで、まあ、動画を作りました。この動画がね、面白いなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゃんのチャンネルでした。また、次の動画でお会いしましょう。